平野仕様との因縁滝沢秀明氏の戦略的な、とべ合流、でええ、グループをつぶす滝沢秀明氏41のエンターテインメント会社、とべ、が7月14日に公式 YouTube チャンネルで行った生配信が大きな話題となりました。その中で、ジャニーズ事務所を退除した7人組グループ元インパクト大勢の合流が発表され、イムプ、 という新しいグループ名も明らかになりました。この発表により、滝沢市の新たな戦略が垣間見えるとされています。イムップは、滝沢市がジャニーズ JR の育成プロデュースを行っていたジャニーズアイランド社長時代にすでに存在していたユニットで有望株としてされていました。 通常、ジャニーズ JR のユニットは CD デビューまで MV を制作することは稀であり、インパクトオーズ、そしてイムップ、だけはその例外となっていました。しかし、滝沢氏が2022年にジャニーズ事務所を離れた後は、その扱いに変化が現れ、ジャニーズ事務所の藤島樹林恵子社長が自らが、スグループを優先するようになったとされています。 今年の夏には、ジャニーズ JR の中でも特に注目を集めるグループ A へ。グループがデビューが決定しており、7月16日から17日にかけて、京セラドーム大阪で行われるイベント、オールジョニーズ JR2023 合唱イキャンプ、インドウムでデビュー発表が予想されて、 滝沢氏は、先に元 V6 の三宅県、そして元キングプリンスへの平野市王と神宮寺ゆ太を飛べに合流させる戦略を取りました。この順序には狙いがあるとされており、三宅さんとは以前から交流があることから、本格指導をアピールするために、まず彼らを合流させたと見られています。続いて、平野さんと神宮寺さんの合流を発表することで、 彼らが元所属していたグループキングプリンスへのファン層を取り込み、トベに対する興味を高める狙いがありました。イムップの合流は、すでに3曲の新曲が収録済みとのことで、そのデビュー発表も近いうちに行われると予想されています。滝沢氏は、ジュリー氏を出し抜くために、次にデビューするジャニーズ JR よりも早くイムップ。 おデビューさせたいという思惑があるようです。さらに、これらの動きは一部の人々からは、えいえ、グループ潰しではという見方もされています。滝沢氏が今年3月に戸部を設立してからまだ1ヶ月と少ししか降っていないが、彼の戦略は確実に注目を集めています。イムップの合流発表によって、 彼らが一般に知られるようになり、グループ史上最も注目を浴びることは間違いないでしょう。滝沢氏の計画によって、ジャニーズ界に新たな波が起きつつあります。今後のイムップの活躍と、競合するグループとの関係に注目が集まることでしょう。えー